バカにしに来たの？花で？マジか。LINE ね。つうか、ちょっと、次なんですけど、心配なことが一つあって、なんか、アーヤンがずっと泣いてるらしいんで、一回ちょっと電話してみてもいいですか？アーヤンちゃんが、ずっと泣いてたんだって。で、リスナーさんにちょっと電話してあげてっていうことで。どうしました？いや、悩みがありまして、どんな悩みですか？そのリンネタで、なんかずっとあるじゃないですか、輪ネタ？僕。なんか元、なんかその、なんかずっとリンってめっちゃ言われるんですよ。俺自身がもう別に結構前に、もう、関わんなくていいじゃんって言ったんですよ、本人とかにも。で、言ったし、そしたらなんか自殺するとかめっちゃ言われてたんですよ、実は。凛ちゃんに？そう。もうほっとけばいいんじゃない？そうで、ほっといてるけど、全然、なんか、そしたらなんかもう俺が全部悪いみたいな。いや、だから、もうリスナーも俺のこと嫌いだから、だってあそこのリスナーって気違いじゃん。ユーナとかさ。ユームだっけ？ユームだっけ？そう。ちょっとやばいじゃん。やばいじゃん。ほっときゃいいよ。ほっとけばね、いいですよ。そうだよね。やめて正解だと思うよ。でもやっぱその何もさ、やっぱこう絡んでもらって、まあその最初俺がさ、やっぱその恩を感じたのね、最初はね。そういうふうにリスナーがやばいとかもなかったから。りんちゃんに恩を感じたんだ。そう、最初やっぱこうリアトツしてくれて、そこでこうパンダっていうのを認知してもらったことはすごいありがたいなと思ったから。それはすごい感謝をしてて。で、でもなんかそのリンの話を聞くと、そのロビンソンさんのリスナーなんだって、ユームちゃんって。そうなんだ。そう。だから、なんかその、うまく言いづらいのかなとも思って。で、そうなんですよね。だから、まあいいかなと思ったし、でもなんかその、悩む。別になんか悩む？何がしたいのって思うの、純粋に。誰か？そのリンが その いや、違う違う。りんちゃんのことどうでもいいんだったら、りんちゃんが何がしたいかって思うことすら、タバコ逆じゃない？大丈夫？逆じゃない。もういいじゃん。何がしたいかすら、ほっとけば。死ぬとか言われたらやっぱさ、ちょっとこう、なんか悪いなって思っちゃうじゃん。なんか。いや、死ぬとか言ってるやつほど死なないから。やっぱり。あと、今ここ家だから大丈夫だよ。家だと今、そほっの、とけばいいよ。で、やっぱそうだよな。もうはっきり言って、りんちゃんはもう需要ないと思うよ。そうなんかな。何やってもダメじゃん。もう厳しいと思うよ。そう。で、そのもう、リンのさ、その投げ師さん、その投げてた人たちがさ、もうなんか俺に言ってくるぐらいなの。止めてあげて、みたいな。いや、俺に言われてもって思うし。もうほっときなよ。得よ。で、だ最初もさ、その俺、リンと関わってる時にさ、ゼロワンとも絡むなって言われてたの、俺。そうなの？もう他に推し探しな。惜しい？可愛い子なんていくらでもいるんだから、ふわっち。いや、なんかストーカーって、おしまいのやつでしょ。あれつけろって言われてつけてたからね。そんなのどうでもいいんだけど。我慢できなくて落としちゃった。すいません。凛ちゃんの枠を物語ってたね。
リンちゃんの枠って、こうやってパンダをあげたね、あげてね、こういうぐだぐだした話を3時間も4時間もしてたんだよ。だパンダさんもそういうのに慣れてるから、リンちゃんの枠の元リスナーだから、そういうテンションで多分上がってくるんだろうね。暇電話配信 LINE でしてくださいね。はい。すまん。いやいや、いいっすよ。僕は別にコラボ上がってこなくても、寝落ち枠なんで、まったり喋れるんで。で、要件があった方が、で、要件が終わったらもう、落ちてくれた方がいいです。どうした？ウインクして。目の神経おかしいもので。マスク取ってよ、オーガちゃお前がどうかしろよ、その前に。ん。今日も喧嘩？いや、喧嘩じゃないけど、じゃあ、喧嘩腰やめようよ、ちょっと。勢力剤を買ったら、ゼロワンっていうのがついてたりと。見せよう精か。力剤を買ったの？チンコ立たないのも。立つけど、やっぱお前の女メンヘラじゃ立たないかも、俺は。で、心配になるんだけど、大丈夫？薬飲んでるの？酒飲んでるの？毎日。飲んでません。え、シラフ今もしかして。飲んでるのはヤクルトしか飲んでません。おいくつですか？51歳です。ああ、51歳で。女性落とすんだろ、もう落ちるわ。仕事してま法す？的取り入れろ、バカ、ゴミ、ほら、カスが。始まった。なんなの、この人。で、こういう人種も多いと思うよ、正直。ね、喧嘩腰でゴミとかカスだのね。いろんな配信者にコメントしてる人。で、俺よりも年上で。じゃ、マジでやめた方がいいっすよ。年下だけど。ね。で、自覚がなくなるんだって。そういうコメントをね、俺に限らず、いろんなところでゴミとか、カスとか書いてると、で、それが1ヶ月で気がついたら1年、2年経った時に自覚症状がなくなるらしいよ。客観的に見て、毎日何時間もね、いろんな枠でゴミだのカスだの書いてる時間って、無駄じゃん。で、おかしいじゃん、やってることって。他にやれることあるじゃん。でも何年か経ってると自覚症状すらなくなって、それが当たり前になるんだよ。で、抜け出せなくなるんですよ。で、俺はね、リアルで、正直友達もいないし、居場所なんてないからネットやってるのに、ネットですら居場所がなくなったら、どうするの？ネットですら居場所がなかったら。僕はね、自分の枠は唯一の居場所なんで、本当に邪魔しないでください。はい。自分の居場所に帰ってください。いいですか？お疲れ様です。あ、200ナインされてます。俺は言ってるよね、リアルに。社会不適合者だって、リアルに居場所がないって。普通にネットでぐらい仲良くしてくださいよ。胃が痛い。こんばんは。好きすぎて邪魔したくなるときはどうすればいいですか？もうちょっと具体的に。例えば俺のことが好きで、俺が女の子といい感じになると邪魔したくなるみたいなやつ？そうじゃなくて。もう好きすぎて、配信で、なんか他の女の子とコラボで喋ってるだけでも邪魔したくなっちゃうの？そうです。それをやることによって、ねえ、俺の印象が悪くなるのわかる？やめてくれない？本当に。ねえ。だから怖がってね、女の子が近づかなかったりしてくるんだよ。怖いって。
大好きなの、好きな形が間違ってるよ、それ。好きだったら、ね、他の子にも好かれるようにって応援できないんですか？どうしたの？急に風船。風船どうした？ほんと自分のことしか考えてない。なんで相手のことを思いやれないんだろうね。やめてくださいね。ナイス、おしまニキビ。ビキニか。いろんな好きがあるんじゃないかな。あ、そう。それがゼロレス一部でしょ。うん、他の枠で荒らしてるのすらゼロレスとか言われちゃうんでね。俺が配信してる時すらゼロレスが来たとか意味がわかんないしね。で、うちのフォロワーランキングの上位の人って、結婚してたりとか、ガチ恋っていないしね。ガチ恋の人ほどなんか無課金の人が多い気がするな。わからんけど。なんか好きで好きで爆投げされるみたいなのってもう久しくないな。遊んでほしいから、たくさん投げるとか、会いたいですとか言って投げてもらう感じがない、最近。悲しい限りですよ。そういうのないよ。そういうアイテムの飛び方しないよ。なのに、あそこガチ恋しかいないとか言って、よっぽど他の枠のはガチ恋いるでしょ。簡単に会えると思われてんじゃないのかとかって言うけど、実際さっきの子もね、会いたいって言っても DM 返してなかったでしょ。うん。まあ、一緒に配信できて、それなりにイメージが湧く人と会うようにしてるんじゃないですか。はい。どっちかっつうと。リスナーさんをね、食い物にしてないですよ、僕は。こんばんは。という感じで、縁も竹縄なんで、この辺にしますか、今日は。ちょっとナイスの笛も悪いしね。これでもイベント頑張ってるんですけど、有料アイテムも35個しか飛んでないんで、ちょっとさすがにモチベーションつながらないですね。ゼロラジってアイテム飛ばないね。なんでだろうね。いい寝落ちの、コンテンツなのに。あ、いや、電話出なかった。風船どうしたの？やめてくれる？ちょっとコメント流れちゃうから。ねえ、やめてくれる？風船嵐。やめてね。ありがとう、やめてくれて。言えばわかるんだね。うん。まあ、もしかしたら、有料アイテムは投げれないけど、風船で頑張り、あ、まったりしちゃってお疲れ様。ああ、ありがとうございます。もう、昨日のペヤングから一番投げてくれてる。マジで負担かけちゃってるわ。昨日もファンタ何発ももらった。ありがとうございます。無理してる？無理させちゃってるかな？大丈夫ですか？風船やめれる？風船ちょっと落ち着ける？発作出ちゃったね。大丈夫大丈夫。深呼吸してごらん。落ち着くよ。ね。発作出ちゃったね。うん。ファンタの人ばっかかばっち、かまっちゃったね。嫌だったね。風船もかまってほしいな。よしよし。大丈夫大丈夫。嫌だね。ファンタの人特別扱いしちゃったね。あ、5番ありがとうございます。よし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 。落ち着いたかな。ペヤングで好感度？いや、ペヤング食ってる時だけですよ。はい。明日になればみんな忘れるんで。はい。生放送は、その瞬間瞬間なんで。
今日は新年配信ちょっとやろうかなと思ってるんですけど、どこ行こうかなっていうのがあって、で、ちょっと移動時間を省きたいんで、着いてから12時からやろうかなと思ってる。ぐだらないようにね。やっぱ車載で何時間も運転してるとぐだっちゃうんで。はい。もういきなり目的地に着いてたら嬉しいでしょ。あ、匿名さん、ご苦労ありがとうございます。ありがとう。ありがとうね。助かりますよ。本当に。5個でも投げてくれたら。何時から？だ12時からでいいんじゃない？ああ、また5個投げちゃったもんね。発作出ちゃうね。やだね。ありがとうね、風船。風船も感謝してるよ。2個ずつ投げれる？もうちょっと頑張れる？ああ、5個ありがとうございます、匿名さん。ラブだよ。サンキュ。あ、2個ずつ投げれるか。2個ずついける。ありがとう、ありがとう。誰が気になる？まあ、俺がフォローもし、あ、フォローしてるわ。2人フォローしてる人。で、1人が俺ってやつ。あ、ハートありがとう。センキュー。あ、チロス。かまってほしいんじゃない？あ、いちごの妖精。ありがとうね。あーいや、いいの。わかんない。電話出ないけど、イベントがうまくいかないとかかな。わからんけど。KP ありがとう。あーいや、いつも泣いてる？あーいや、いつも泣いてるの？今日、ゆけつくんとコラボしてたよ。自分の思うようにお金投げてもらえないと。まあ、正直ね。俺もそうじゃん。まあ、飛ぶ月とか、飛ばない月とかありますんでね。はい。しょうがないっすよ。不安定な、まあ、職業っつうか、あれなんで。うん。俺も先月、収入8万円だしね。8万円。合わないの？いや、誘われてなくて。はい。休んだから、まあ、しょうがないね。4年間で最低収入記録を更新しちゃったかもしれん。8万円。1月、2月、3月で収入100万。まあ隠しててもしょうがないけど、いや、100万円ぐらい毎月超えてますよ。普通にやってたら。グラヤマ？だから、あの、ペヤングね、ファイナル3つとかやってみたらいいんじゃないですか？うん。そしたら、体張ったりしたらね、応援してくれたりするんじゃないですか。今でも胃がなんかムカムカするけど。死ぬ？いや、ほんと死にそうだったよ。三つ目。あの、手が震え始めて、なんか痙攣じゃないけど、身震いして、なんか初め暑かったんだけど、汗かいて、もう寒気がしてきたね。ああ、これやばいなーって。で、味も、もうすごい、辛いとかじゃなくて、なんかしょっぱくなっちゃって。ああ、これ危険信号出てるなーって。もう最後の方なんか、レモンじゃないけど、もうそういう
口の中そういう感覚だってそれで痛いしね。あれ初めての経験だったよ。じゃあなんでこの前お金ない？いや、下ろせなかったんだよ。うん。いやー、もう荒れてるよ。病気になっちゃうよ。無理してね、あんなことして。体痛めつけてさ。自傷行為と一緒だよ。まあちょっと減らってたし、まあちょうどいいかなと。さっき正面したら、正面すら痛かった。ペヤングでどれぐらい花火飛んだんですか？いや、わかんないけど、2位だったのが1位になった。今回のイベントって結構尻上がりで、初めてダメだったんだけど、やっぱりね、最強のゼロリスさ、徐々に尻上がりに、イベントも順位を上げてますよ。ね、だいぶ増えてるでしょ。定時配信。毎日12時、ゼロラジやってます。よかったら来てください。ラジオでね、物足りないなーって思う人、動画でもやってるんで、動画はね、不定期でなんか考えてやってます。来てください。で、このゼロラジを考えたのは、普通に動画でやってる時に、お前の声眠たいんだわ、眠たくなるわっていうコメントがちらほらあったんで、じゃあ、ラジオでまったり喋ろうかなっていう。そこから始まりました。眠たい声とか、お前やる気なさそうだなって、自分のマイナスっつうか短所じゃん。短所なんだけど、それを活かせることないかなっていう。そこからラジオやるようになって、気がついたら、みんな昨日もゼロワンの配信で寝てたっていうから、じゃあちょっと続けようかなって。みんな何が言いたいかって言ったら、短所って、みんな自分の短所ってわかると思うけど、何かに活かせることもあるんで、ネガティブに捉えずにね、自分の嫌なところを逆に利用してください。はい。自分自身をね、うまく。自分が一番自分のこと分かってるじゃん。性格も、腹黒い部分も。で、それを案外うまく利用すると、あ、こういう感じにしたら、こう動くなとか一番分かるんで。はい。短期も活かせますか？活かせますよ。男性ですか？女性ですか？男性だったら、ね、短期。だってちょっと格闘技やるとかね。うん。足臭いのは活かせますか？それも活かせますね。はい。嫌いな人に何かしらのやり返しとか何かしらのことをしたいときに足の匂いを嗅がせるとか、靴下を顔に投げつけるとかすると効果的なんじゃない？不快な思いをさせれる？攻撃をできる？だから殴ったりっていうのはダメじゃん。それダメでしょ。そういう時に殴れないし、あ、じゃあ靴下の匂い嗅がしてやろうかなとか。まあ嫌われる可能性あるけど。